ASEAN は発足から半世紀、これまで多様性を尊重しながら自由な気風の下で世界の成長センターとして目覚ましい発展を遂げてきました。高校の自由、法の支配はその礎であります。太平洋からインド洋に至るこの地域を誰にでも自由で開かれたものにしていく。最大の懸案は北朝鮮の問題でした。北朝鮮による核ミサイルの問題、そして拉致問題を解決する、国際社会の連帯をさらに強固なものとするために、我が国はこれからも全力を挙げてまいります。第4次安倍内閣においても、これまで以上に積極的に周囲を俯瞰する外交を展開してまいります。